自分がどうやってこう使うかということをこの兵法では求められているわけでありまして、だからこそ自分のものにしたものだから、そのためにまあ工夫がいるというわけでありまして、で東流の教えの中には先人の知恵というのが入っていますから、どう生きていくかというときに今でもそれは非常に大きな問題を解決するヒントがそこの中にあるというふうに思っております。柳生新陰流というのは、まあ、約450年前にその流祖上泉伊勢守が、まあ陰流から新陰流を作りまして、でそれを柳生石秀斎宗俊が第二世として継承しまして、でそれが孫の兵庫之助俊俊を経て、でこの人が尾張藩の兵法師範となりましたので、名古屋に移り住んで、そして現在に至るまでそれが続いているという、まあ、剣術の流派であります。発人剣と接人刀という、まあ、考え方がありまして、切り合いにおいて、まあ、スピードとパワーで自分中心に技を磨いてこの、まあ、戦いを切り合いをするという考え方が一般的であったんですが、そうではなくてその相手の働かせて勝つというそういう考え方にしたわけであります。状況を見ながら、そして一つの自分の考えに固執しないで、まあ、柔軟に対応するというのが活人剣という考え方でありまして、それがその東流の考え方のベースになっているわけであります。徳川幕府の時代になりますと平和な時代になりましたから、そうなりますともう甲冑を着て切り合いをする必要がなくなったんで、何を今度目的にするかといったら兵法を通して身を治めるということを、まあ、第一の目的としたわけであります。現代人はこの身を治めるといってもどういうふうに身を治めるかというところが非常にうっすらとしてきたのではないかと思います。それはあのリュースも言ってます、真実の人を目指して身を治めるということを、まあ、我々に現代人にとってはそういうふうに言うと、さらにその内容が明確になるのではないかなと思います。で真実の人っていう言葉は仁義礼智信をちゃんと、気づかないとダメだと、それと同時に個人的な特性として怨霊教健常というものが大事だとやはり言ってるんですね。まあ、それが一つの真実の人のガイドラインになっていると。でそして昨日の我に今日は勝つべしと、他人を基準にするんではなくて自分自身を基準にして、それをまあ死ぬまでこう努力していくと、高めていくというのがまあ必要だと。